これ見てよ、むちゃくちゃ字うまいでしょ。これ岩手っていうひらがななんですけど、でこれ見て、これこの松っていう字最高だね。ほら松島っていう字ね、こんな松書ける。志度平温泉ってこうやって字を書いてもらって、いやもうやっぱ昔の人って達筆だなと思って。ただでさえね、今僕バジリスクの字がすごい好きで、達筆な字がもうほんと好きで、これをスラスラと書けるっていうのがすごいんだよな。であとこれね、裏にね、これアンケート用紙なんですけど、見てよこの文月っていう字、文月おすすめ三品盛り、まあ、そこのメニューをね教えてもらったんですよ。炊き合わせっていう字がこんなうまい字あるっていうぐらい、やっぱ昔お作りっていう字、これやばいでしょこの字。ということで、今の館内のレストランで70ぐらいの、もう全然70に見えないお母さんとずっとこのね字で話して、もうちょっと今秋田なんですけど、もう今回ちょっと別枠ですわ。どういうことかっていうと、秋田終わってから次宮城行きます。決定です。もう宮城行きたくなっちゃいましたね。え、宮城のマルハ、特別です。今回抽選しないで秋田直行宮城。仙台に着きました。お、青葉城っぽい歌が流れております。よくよく見ると渡辺謙さんといえば伊達政宗、伊達政宗のふるさと仙台に来ました。健康ランドのねお母さんがね、仙台の利休でね勤めてらっしゃったみたいなので、急に宮城行きたくなってね宮城に来ましたよ。あとね、僕の元相方が仙台出身で、まあそういうなんかの縁でねこちらに来ました。あとで会う予定です。ばっくり晴れてるね今日はね。仙台もいい天気ですわ今日は。ここに泊まりますよ。すげえ、1階にファミリーマートがある。アパホテル、すごい。カード入れるんですか先輩。カード入れいっぱいある。これじゃない？あ、そういう系。ただそれではないけど、多分系列一緒。見て、タイガーリニューアルオープンマジか。ここね、某有名な紅茶の美味しい喫茶店を建てた歌手が来場した。見てください、宮城で100元ドーナツが来ましたよ。ということは15回目の100元ボーナス。15回目だったら3分の1の超満喫引くでしょ。そして仙台で、では仙台打法いきますか。仙台といえばね、この人でしょ、有名人の。仙台のサラマンの長番長は今日引くか、今日か、今日か、鈴木今日か。マルハン仙台泉店に来ております。こちらはですね、東北自動車道泉インターすぐそば
近くには大型チェーン店のパチンコ屋さんが2軒隣接しております。泉激戦区ですね。このマルハンは宮城の中でも結構大型店舗で、仙台駅から北に、まあ、10キロ手前ぐらいですね。昔ね、10年ぐらい前に東北旅パチしてた時に、近くのキングオブキングスっていう店があるんですけど、そこの名前が違う店舗、多分同じ系列なんですけど、そこにうちに来てましたね。3日か4日間ぐらいかな。その当時はね、何にもなかったんですけど、もうかなりのベッドタウンになってますね。すごい、結構高級住宅街じゃないですか。まあ多分利便性がいいからじゃないですかね。駅はねちょっと遠いんですよ。 3.5 キロぐらいあるんですよ。だから歩きじゃちょっと辛いかな。まあということで下見したいと思います。仙台の海が島津の木があって山出来が加わりますね。ほっとんど、ほっとんど多いね。左側が、まあ、スロースロースだね。あ、ここ人気だね。あ、ロジリスク意外と少ないね。バル多いね、バル。そして海ね。右から順番に左回りですよ、番号が。これ一番困るんだよな。はい、今、下見しました。パチスロはリセットかかってない台もありますね。まあ、だから上げ狙いをもしするんだったらリセットはもう絶対ですね。まあ、その辺注意したいなと。まあ、パチンコはユージュアルですね。はい。まあ客付きが相当いいですね、こんな平日でもね。さすがかなとは思います。あとね、ポケモンね、いないね。だいぶ探したけど、なんでだろう。仙台のエスカレーターはどっちに立っても関係ないみたいですね。ほら両方立ってマルハン石巻店に来ました。ここはなんとね、週末7時から営業して23時半までやるんですよ。とんでもないとこですよ。まあ、この間ね、北海道の店舗が8時から深夜の1時までやってましたけど、同じ感覚ですよね。まあ漁師町っていうこともあって、朝早く暇つぶしにやりたいっていう人が多いらしいんですよね。まあそれでどん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 時間が早くなったらしいですよ。特に震災後から朝早くなったらしいです。稼働率半端ないですよ。今夜の9時半ですけど、半分ぐらい埋まってますよね。見に来ました、マルハン石巻店。パチンコとパチスロを見まして、パチンコは海がメインですね。で、相変わらずガロ人気と、北斗無双が意外と少ないんだよな、やっぱ宮城は。ね、パチスロがそんなあれかな、人気ないのかな、少ないですね。バジリスクも6台しかないですからね。まあ全体的にバラエティって感じですよね。で、1パチが多いですよ。半分1パチじゃないかな、こうすると。まあライトな感覚で朝からどうぞっていう感じですよね。あとね、ポケモンね、ポッポがいました。ポッポ多いね、しょぼいのしかいないね。稼働率いいっていうのもあるんですけど、パチスロはね、ハーデスとかミリオンゴッドとか荒い機種に設定入れてそうな感じですね。あとまあジャグラー、僕の好きな、まあハーデスも好きですけど、最近好きになったバジリスクはちょっとねきついかな。まあそれも含めて今回来ません。
はい、あとねパチスロが珍しいね、48枚貸し出しでした。交換率がちょっと分かんないですね。まあ、まあ珍しいですね。もう宮城はね交換率バラバラ、あとね台場もバラバラ、右回りと左回りもういろいろありすぎちゃって、もう難しい。あのエスカレーターもね右で立ってたり左で立ってたりね、バラバラ。宮城はバラバラ、個性豊か。仙台駅東口出て、はいはいはい、マルハン、サイゼリアとかあるね。駅ビルの地下にあるらしいですよ。それでは下見に行ってきます。デゲームボーナス3分の1で超満潮、15回連続が外れたこと。仙台といえば荒川新地、ここ仙台16回目にして超満潮来てると。イナバウアーだもん今下見に行ってきました。7の日に行く候補にはなりましたね。パチスローに力入れてる感じがしましたね。今日一日じゃ何とも言えないですけど、はい、来ました。仙台マトリ店、仙台のプロフェッショナル仲間から綺麗だと噂のマルハンマトリ店、確かに綺麗ですね。珍しい。まあ、C って言えば僕が見たマルハンの中で似てるといえばマルハン平塚店にちょっと似てますかね。びっくり、マルハンのお店の横に子供が遊べるキッズルームがあります。初めて見た。これ家族で来ても楽しめますね。すごい、なんかキッズルーム広いなと思ったら美容室もあります。面白い、すごいね。安っ、カット1500円。ここでカットしたらカットインして当たるのかな、ね、広いんですよ、むちゃくちゃ。え、これパチンコはないのかな、中に。そのぐらい広いですよ。パチンコはないわ。ご飯時が入ってますもん。集中してるんですよ、僕。ロックダンススタジオ、ストゥーディオ、ヒップホップ、ジャズヒップ、ジャズヒップ、いろいろあります。いろいろやってますね。アグレッシブ、フロアガイド島津をチェックしたいと思います。1パチがちょっと少なめのガチ勝負って感じですね。ゴスローも少ないもんね。あ、海だね、やっぱ。でガロが相変わらず人気で、金色がねまだあるんですよね。こっちは多いですよ現在。で北東方がね意外と少ないんだよね。ほらでパチスローはお、エンジマがありますよ。ということは最近できたと見ましたよ、これ。バジリスクもちょっと少ないかな。トモが多い。やっぱジャグラ多いね。USB がないね。今見に行ったんですけど、エンジマにあるスロット AT キーばっかりで、結構イケイケですね、あの島は。で、あと客層を見ると朝結構並ぶ感じしますね。
激戦な感じがするんですよね。ただ出そうな感じもするんですよね。パチンコが海がやっぱり多くて、まあ、ガロがその次にあって金色という順番ですね。あ、ここ魅力的だな、来たいなっていうのがありますね。珍しいお店なんでちょっと考えてます。あとポケモンね。ポッポしかいないね。ポッポしか